さあそのクルーズがまず初球です。6月の4日に獲得が決まりました。152キロですがセカンドゴロでアウトです。荒木アウト。さあそしてバッターは相川です。でもなんかそんなにこうギシギシした投げ方じゃないので、はい、怖いんですけど、うん、あのスライダーでいいと思うんですよ。それを外しすぎないようにしてほしいです、はい。そしてここは当たりなかったんですが正面まっすぐは1、2塁間ですが回り込んだ藤田アウトになりました。さあゲームは6回の裏ライオンズノーアウト満塁でピッチャー代わってクルーズ、バッターは浅村。サードゴロセカンドゴロ、今日2打席は先発松井裕樹に抑えられてきましたがピッチャーが代わりました。初球はアウトコース高め153キロでストライク。おっと来たインサイド、危ない球、しかし当たっていないんですね。ワンエンドワン高め、バットは回った、空振り155キロ、三振159キロ、はい、強く振る、こうなりますね。三振、空振り、三者三振。松井が作った大ピンチしのいだクルーズ、笑顔で迎える松井裕樹。9回はイーグルス3人目のクルーズがマウンド上、そのクルーズのピッチング、先頭の秋山を見逃し三振、そして木村アウスチームで空振り三振、炭谷も三振に取って、3人目のクルーズこの回3者連続三振。勝負になると思うんですけど、まずはストレートから入ってきました。ただクルーズはストレートで押します。3打数3安打、最後は高めのストレートでした。そのクルーズからツーアウト満塁まで行った、しかし根本は三振。ピッチャークルーズ、バッターもクルーズ、クルーズ同士の対戦、これはセンターファインプレー、藤沢頭から飛び込んできました。ランナー二塁においてクルーズ初球打ち、ここも点が取れませんでした。7回は青山が素晴らしいピッチング、そしてこの8回はクルーズがマウンドに上がりました。デッドボール、フォアボール、フォアボール、それがものにならなかったっていうのが大きかったですね。大谷はノックアウトという形になりました。で8回の裏ファイターズはクルーズが出てきて4番の中田翔をわずか1球で、今日は1本ホームランも放っている岩崎。あっと、しかしここはストレートの前に空振りの三振。小島見逃しの三振でワンアウト、最後は変化球でした。ちょっと今日は期待できますよ。バッターボックスに足立、ランナー2人が出ました。点差2点だ、三遊間サードボールを取る、セカンドフォースアウト、一塁転送、一塁もどうか、一塁もアウト、ゲッツー、試合終了。ツーアウト二塁で中田に回すんですが、最後は島のリードが光りました。インサイドの変化球打たせてショートゴロに打ち取り、2対2の同点の銀行崩れません。このクルーズ、日本ハム戦の汚名返上を期して、これ9位で惜しかった、ショートゴロしのぎました。クルーズがしのいでいます。自分自身で手を叩いて大きく吠えたクルーズ。さあイーグルスですけども、6回は武藤が登板、そして7回はこのクルーズランナーを出したんですけども、この、チャンスは生かすことができませんでした。ゲームは6
同点で7回に入ります。でこの回ワンアウトランナー3塁で伊藤のこのショートゴロ。8回の裏はワンアウト2塁ですが、ピッチャークルーズ3番手ですが、長谷川三振、南谷がいい。そして代打で登場柳田、鋭い当たりでしたけれども、セカンド岩崎、素晴らしい、ここはグラブさばきでした。あとアウト1つ。最後は吉村をセカンドフライに取ってゲームセット、6対1、イーグルスが勝利。ルーキー安楽智弘、今日プロ初登板、初先発でプロ初勝利を飾りました。